ちは、山本です。上近です。今日は旬な果物ですね、うん、なんか見えてたけど葉っぱだけで皆さん分かりますかね。分かります。いやないよね。見見てもわかんないかもしれない。これこれ長崎の名産とかも、まあ、特産的なものだと思うのよ。よその地域じゃだって見ないもん、ほとんど。じゃれーん、ビワ下でずっと待ってるじゃん。さらに食べたいね。バイオパックさんですね。うん、バイオパックで事務所の横に無農薬。そうそう、っていう感じでちょっとうちの子たちにあげていただきます。ちょっと種はあげれないんで、うん、種は全部外します。うん、どっちがいい。早くくれと。おお、美味しい。おお、美味しいんだ。おお、うん、美味しそう。パパもっともっと声が。うまいうまいって。取り方が強い。開けたり身もいってみるか。うまそう。うん。キャスリンなら何でも食べるね。ああ、いい顔してるよ。シルコンいい顔してる。そのペロ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 顔。ああ、いい顔してるね。すごい美味しいと。美味しい、ペロペロして。結構猿も好きなんですよ、ビワ。ああ、猿好きだろうね。あ、猿来た。はいはい。フルスケって言ったらやっぱ猿だよね、今日もね。みんな皮ごと食えるの羨ましい。痛い。お、キャサリンって。なんかキャサリンって覚えたんですよ。あ、そうなんだ。クイズ行きましょう。あ、クイズ行く。この状態で。はい。ダレン。はい。ヨウムはインコ科かオウム科か。どちらでしょう。ピッチャーがどんどん近づいてくるから取れないんだけど。あ、ピッチャー手に乗れば。手に乗れば。手には乗らない。ちょっとピッチャーにあげたいな。ピーちゃんに。おお、すごい。ピーちゃん食べるパターンだ。今回。美味しいんだ。珍しい。美味しい。でも確かにビワは甘すぎずに苦すぎないっていう感じだから、ね、ちょうどいいかもしれない。ガサリン。あっ、もう、めっちゃでかっ。このでかいのもらう。このでかいのもらう。ああ。しちゃったね、今日。もらってないんですけど、私。キャサリン。カメラ向けて言わない。キャサリン。キャサリン、退場。はい、キャサリン、帰ろっか。キャサリン。カメラを向けないと、キャサリンっていうピーちゃん。ピーちゃんおいで。ピーちゃんおいで。ピーちゃんおいで。下か。下かよ。ちゃんと手に飛んでこいよ。うん。豆腐。カリカリ。豆腐ちゃん。あ、すいすい。うん。どうしても猿が来ちゃう。モルモット行こうか。まず葉っぱから行きますかね。葉っぱ確実だよ。音いいっすね、うん、あ、いいね、はい、パキパキ。あ、痛い。持ってこい。じゃあ、身やってみる。身、まあ、多分。お、お、え、でも好き、え、好きなんだ、結構。なんか結構美味しそう、ね。ちょっと意外だね。そんなにフルーツ系食べないイメージだったけど。あ、いた。Ha ha ha!
笑わないでレイちゃん。レイちゃんが。また上げるときは気をつけましょう、指噛まれるんで。かわいい。とりあえず。ああ、持ってっちゃった。高級店にあるピアノに添えてて、あ、でも身から行ってるよ、おしゃれだね。あ、ダメよ、レイちゃん、レイちゃん、何レイちゃん、あ、あれ壊してんの、グッズ販売、グッズ販売しますのであ、かわいいんじゃない、身の方が握りすぎて、パッパかなと思って、うん、そう、ああ、強奪された半分、カレー、お米ちゃん、おしっこが上から落ちて、上からおしっこが、いや、少なからずかかり落ちてダイレクトじゃないけどさ、反射してきたよ、どういうこと何かショッキングなことがあったみたいな音って音してるの、え、シャルじゃない、いや、いらない、食べて、みんな食べないと思うんだよな、多いんじゃない、あ、落ちちゃった、あ、落としちゃった、オッケー、レイちゃん、お、いつもより長いぞ、あ、よいしょって、はい、お、あら、あ、いや、レイちゃんちょっと食べてみる一回、食べて、はい、美味しい後ろに捨てようとするところもなんか気を使ってくれてるの、気を使ってんすか、はい、答えはリンコです、この頭の上のカウムがあるかないか、うん、はい、こちらがオウムのダイちゃーん、パカッ、これ、あ、それね、頭のね、ダイちゃんバンザーイ、パカダイちゃんバンザーイ、そう、まあ、頭がパカッとなるのがオウムですね、あとオウム系は結構単色が多いです、うん、白とかインコ系は意外と鮮やかな緑とかそういう色が入ってきます、うん、インコの方がサイズ感の幅があと広いですね、ちっちゃいインコがいれば大きいインコ、混合インコみたいな、うん、なるほどね、意外とオウム系はこのサイズ感が多いです、うん、はい、はい、レイちゃん、はい、野菜も食べてね、絶対嫌だ食べない、ビーは、はい、どうぞ、絶対嫌だ、食わんもんね、どうぞ、いつまで外に出してるんだ、すいません、最後くれるって、よかったね、野菜よかったね、うまい、うまい、おいしい、結論、ギアを食べてる動物たちはみんな可愛かった動画がいいなと思ったらグッドボタンを、もっといろんな
旬のものを食べてる動物みたいなと思ったらチャンネル登録、どの動物が食べてるのが一番可愛かったっていうのをコメント欄にお願いします。バイバーイ。大ちゃんどうしたの。ニャポロン。絶対クロを見て考える。大ちゃんビバに喋りかけて、ほらビバだよ、ほら大ちゃんビバだよ。大ちゃんビバ、ビバだよ。バイバイ。バイバイ。もう上手。はい、おはようございます。おしまいです。はい。